集は普段はなかなか入ることのできない場所に潜入をするエブリィ特捜隊です。増田さんお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は私もよく食べていますポテトチップスを製造するあのカルビーにお邪魔してきました。大企業のカルビーですが、実は鹿児島にも工場があるんです。取材してきました。エブリィ特捜隊、今日はあのカルビーの鹿児島工場にやってきました。こちら鹿児島工場の東谷さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。カルビー鹿児島工場の東谷です。では早速工場へ案内します。はい、お願いします。鹿児島工場は今から48年も前の1975年に鹿児島市南営に作られたカルビー4つ目の工場です。広島や栃木、北海道などにも工場がありますが、ここ鹿児島工場は見学を受け付けていません。貴重な内部映像です。すごい量だね。九州沖縄をはじめ西日本を中心に商品を出荷しています。超人気の商品を生み出す工場、その秘密を徹底解剖すべくエブリィ特捜隊のカメラが潜入しました。さあ、まずはカルビーの歴史に迫ります。前身となる会社が1949年に創立されると、1955年にはカルビー製菓に社名が変更され、カッパーラレを発売。カッパーラレ、はい、その後カッパエビセンや札幌ポテトを発売します。ここからもおなじみですよね。1975年には今回の主役ポテトチップスが、1995年、2006年と若者に人気のじゃがりこやじゃがビーを発売するなど、長い間食卓を彩ってきました。札幌ポテトの方が古いんですね、やっぱね。さあ、いよいよ工場に潜入です。とその前にある場所に案内してもらいました。扉開けますね。はい、なんでしょう。うわあ。これ大きな扉なんですか。こちらがポテトチップス用のジャガイモです。かわいい、大量にありますね。毎日生産しているのでこれぐらいの量が必要になってきます。この大量のジャガイモ、一体ポテトチップス何袋分になるんでしょうね。製造ラインでは何やら作業している人がいます。ジャガイモの傷んでいる箇所を瞬時に見分け、特殊なナイフで切り取っています。清水さんは勤続20年なんだそうです。カットしてる。ジャガイモの悪い部分が今いつの芋で見つかって、どうやってジャガイモをたくさん残すのかなっていうのを考えながら削っています。一瞬でカットの部分を判断できる、まさに職人がなせる技。次はスライスです。転がり落ちるジャガイモはその先に吸い込まれていきます。ものすごい勢いで回転していること分かりますが、スローで見るとこんな感じ。この厚さは企業秘密なんだそうです。さあ、そのスライスのね、あの歯ごたえは何センチ、いや何ミリなのかって話ですよね。こちらがスライスされた後の線状になります。もうあのいつものポテトチップスの形になっていますね。はい、そうですね。次はいよいよ揚げていきます。この後ポテトチップス好きには夢のような光景が。いや、もう十分夢のような光景ですよ。です、ね、この時点で見てください、ありました。なんと、はあ、ものすごい勢いで流れ出してきます。ポテトチップスがものすごい勢いで吐き出されていきます。すごい、これ受け止めたい。全部。さあ、この機械よく見てみると、吐き出される下の部分でパラパラとポテトチップスが落ちていますが、一体どういうこと。焦げとか不良品をカメラで識別してエアーで落としています。スローでもう一度、
正確に見分けて空気を吹きつけて落としています。あの一個一個落ちているのが不良品ってことなんだ、はい、焦げていたり割れていたりポテトチップスなんですね。そういうことか。最後に人の目でしっかりチェックします。いよいよ最終工程の味付けです。その前に一体なぜ鹿児島にカルビーの工場があるのでしょうか。ジャガイモの生産地に近いことがその理由。九州は北海道に次ぐジャガイモの産地なんです。そのためカルビーは九州に根ざした商品作りにも力を入れていて、今年で30周年を迎えるポテトチップス九州醤油のほか、去年販売をスタートさせたのがこちらが九州味自慢です。知らない。ここ鹿児島工場でしか作られていない貴重なポテトチップス、九州味自慢、試食させていただきました。もう販売してるの？販売してます。しっかりとコクと旨味があってバランスがとってもいいです。さあラストスパートの味付けです。回転する機械で味のついたパウダーがまんべんなく行き渡るようにしています。もうおなじみの姿ですね。すごくいい香りです。より塩味でしょうか。味付けされたポテトチップスは袋詰めされていきます。なんとジャガイモの投入から箱詰めまでかかった時間はおよそ20分。食感を保つためにはスピードが命なんです。あ、袋に入るまでが20分。はい、そうなんです。いよいよここ鹿児島から西日本を中心に出荷です。20分間という短い間で、現場の方々の愛情が込められてるなってすごい思います。九州だけでなく全国の皆さんに鹿児島から発信できるようなパリッと食感っていうのにこだわってご賞味してほしいです。年間およそ9億3000万袋を生産しているカルビーのポテトチップス、発売から45年以上経った今でも美味しさを追求し続けるカルビーの情熱とこだわりがありました。